どうも皆さんこんにちは、ガズレレの家です。今ね、キッチンのダイニングテーブルにいるんですけど、ちょ、今日見てください、これ。はい、これはね、見る信州味噌です。これね、ガズが本当大好きで、いつもこんな感じで生野菜をね、今日はこれパプリカ、緑パプリカだけど、買って、うん、美味しい味噌があって、もう僕ずっとここのお味噌をね、食べてるんですよ。お醤油もこの味噌蔵のお味噌が大好きで、で、このパッケージね、ここのお味噌屋さんなんですけど、うん、ちょっと今回無理言って、うん、ちょっとこの味噌蔵見学して、うん、させてもらおうかなと思って、ちょっと行ったらもういいよって言ってくださってですね、ちょっとこの味噌ってどんな風に作られてるのか、まあもちろん何ね、半年とか1年かかって味噌ってできるんだけど、うん、その仕込みの様子をちょうどやってるとこだっていう話を伺いして、ガズ旅社会見学動画、うん、なんとこの味噌、信州味噌、南信州の老舗松岡屋醸造所さんのこの味噌どんな風に作られてるのか、ちょっとね、行こうと思います。はい、本当に美味しいんだよこの味噌ね。生で食うのが一番若い、もうお味噌汁ももちろん美味しいですけどね。はい、てな感じで、じゃあ撮影行ってくる。どうー、松岡屋醸造、はい、ここにも書いてありますが、お醤油、信州味噌、山菜味噌って書いてあるけどね、ここはですね、ガズ家ではなんとこの松岡屋さんのお味噌とお醤油をですね、もうどのくらいだろう、8、9、10、11、12、13、14、7年か8年ぐらい、もうここのお味噌のファンになってしまいましたですね。昔東京とか神奈川に住んでいた時もここからお取り寄せしてですね、お味噌を食べているんですけど、なんとこのお味噌屋さん、なんだっけ、江戸時代から続いているんですよ。ちょっと今潜入して、なんかね、今日すごい仕込みをやってるってことなんで、ちょっと社会見学としてやっていこうと思います。はい、すごいね。で、ちなみにガズ旅社会見学ってね、もうシリーズになってますから、概要欄に貼っておくんで他のも見てくださいね。それじゃあ松岡屋さんに行ってみよう。これが松岡屋さんですけど、もうなんか佇まいがすごいでしょ。歴史を感じさせております。すごい、お邪魔します。こんにちは。すごい香りが。どうも、おかみさん、いつもありがとうございます。いつもお世話になって、今日はカメラを回させていただいてですね、で、なんか見て、あそこに2代目、2代目じゃないんだよね。何代目？16代目で、これを見てもらった方がいいよ。これはほら、なんだっけ、何時代？大正11年の写真なんだけど、江戸時代からやってるんですよね。そうですね。天文3年。天文3年？が創業ってことで。天文ってのは江戸時代より前ですね。そうなの？1534年だって。はい、天文。すごい歴史ですね。やっぱりその木のさ、樽もすごい並んでてね。あ、そうだ、せっかくだから、あの木の樽もちょっと取ってもいい？ああ、どうぞ。お邪魔します。僕もいつもここ来てるように聞いて、あ、手作りでこうやってやってる。こんにちは、お邪魔します。お醤油が、すごい、もうここの香りがすごい。これを見てくださいよ、この木樽を。これがもうすごい、ここに本当に入ってるんだもんね。そうなの、これがね、なかなか今ないですよね、木の樽とか。はい、で、これがマークでね、かっこいいんだよね。そうそう、すごいいい香り。じゃあちょっと、あ、こんにちは。どうも大将でございます、親方です。お世話になります。お父さんが何代目なんですか？私が15代。5代で16代でね。今はすごいですね、後継ぎもちゃんといて素晴らしいです。なんかいい、今いいタイミングで。今年でね、490年。490年ですよ。もうとんでもないことになってます。で、今はちょうどそのなんか仕込みをされてるっていうことで、ちょうど味噌の仕込みでね、味噌今米麹を作ってる、麹を作ってる、いいタイミングでちょっと今日麹のちょっと見てもらって、あ、じゃあ今見せてくださるということで、じゃあご案内をね。今ね、米麹の手入れをしてる。入ったところで、うわー、すごい、見ますね。
ちょっと半分入っててください。はい、うわーすごい。こんにちは。すごい、この扉もすごい、なんか金がいっぱいついてる。こんにちは。はい、すごい。そういうことなんですね。お酒と一緒なんだって、ここまでは。なるべくあの、ほんとすごい、もわっとする。当時って旅になりますんで、ちょっと湿度ね、見なしたくない。さあ、もちろんもちろんもちろん。あ、こんなに湿度高いんだ。ね、サウナじゃないですか。そうそうですね。お米が、粒がそうだんだんアップしてもらうと。もう全然映らないです。あ、曇っちゃって。はい、そういうわけで、入ってきました。こういうのなんていうんですか、場所は。麹室の部屋の室って書いてある。麹室。これすごい湿度で、今カメラで撮ってたんですけど、曇っちゃった。で、見てください。これがお味噌の元なんですか。そうですね。お米麹なんで、これがないと、いわゆる消化酵素の役割なんです。あー、酵素ですね。大豆がすごいタンパク質の塊なんで、で、お味噌ってすごいね、香りもあると思うんですよ。大豆とこれが混ざって、それの元みたいなんですよ。でこのやっぱこの格好でやってるからもう汗だくでね。そうですね。いやー本当にこんな貴重なところを。で今ちょうどやって平らにしている作業で、はい、固まりになっちゃうんですよ。はいはいはい、はい、これ今空調で管理してるんですけど、はいはいはい、熱を出すんですよ。非常に今この中あったかいと思いますけど、あったかい、暖房を入れてるわけじゃなくて、なるほど、これは菌の生きる力で、麹菌の生きる力で熱が出てる。でそういうことなんですか。エネルギーだ。じゃあそうです。でやっぱり塊ができると通気しなくなりますから、自分で勝手に60度とか上がって死んじゃうんですよ。なるほど、これが塊ですね。そうですね、これを固まらないようにあって鳴らしてる。そうそうそう。ちなみにあそこで書いてる、はい、彼は、弟さんですね。はい、はい、弟さんはなんとガズレレやってたんだよね。はい、ガズレレをやってたんだよ。はい、やってました。なんとガズレレを東京でやってたの。はい、そうですね。なんで聞いてびっくりしちゃったけど、すごいな、まさに、まさかそんなに、ご縁ですね。本当ですよ、本当に。いやー、また、続けてくださいね。はい、はい、まあ、貴重なもん見せてもらって、本当にありがとうございます。すごい、めちゃくちゃいい香りで、あ、こうやって閉じ込めてね、その冷気が入ってこないように。冷気と、そう、あと湿度が逃げないようにですね。すごいね、香りがいいね。あ、ここでこうやってちゃんと管理してね、温度とかね。そうです。結局今こう1枚の大きい版でしたけど、これがもっと手のひらサイズのこのくらいの麹蓋っていうんですけど、木蓋ので麹をこう作ってさーっとよく日本酒の汁でこうやって、なるほど、こういうね、トレーそれの拡大版なんですよ。なるほどなるほど。そうあー整える。そう、そうやって手です。それをもう一般なんとのやり方っていうのはそれこそ江戸からずっと続いてるんですか。ああ、いや、近代、それやっぱり技術が、うん、発達しましてね。でも昔から基本的に麹菌とか、うん、で、まあ、酵母菌やなんかはもう住み着きで各工場にいますので、ああ、もうここの工場にね、そうよくある、あ、そう言いますよね、建物にもついてる。麹菌はいないけど、酵母菌と乳酸菌はいるんですよ。へえ、その3つの菌の作用で味噌も醤油もできます。ああ、そういうことなんだ、やっぱりね。じゃあ新築の家では新築の建物では、ね、なかなかね、うまい。まあでもね、こうやってね、また、ずっと引き継いでね、また次の後継ぎもいることも頼りになりますね。味噌蔵は味噌蔵でみんな味が違いますからね。そうですね、同じ酵母菌を使ったとしても味が違う。そういうことなんですね。あ、元をここからじゃあ持っていっても、そこでやっぱ育つ環境で違う。そうそうそう、ここにいつもね僕があって、これをちょっと説明してください。これ2年味噌っていうのはね、こっちが長期熟成って書いてあるんでね、この長期熟成っていうのは、はい、2年熟成されてる。そう、今はちょっと丸2年ってなると、うんうん、この年間平均気温が上がっちゃったもんですから。あ、そういうことか。美味しいのを通り越してしまうので、だいたい1年半以上くらいな感じです。あ、それで以前は2年味噌って書いてあるんですよね。そうですね。あ、そういう事情があったんですね。そうそう、じゃあ熟成しすぎちゃうってことですか。一番美味しいところが、まあ、前に伺ったら2年が一番美味しいってところ で、 で、ね、僕もねそれね聞いたんですよ。味噌って発酵してるから、うん、ずっと発酵させといたらいいじゃんと思うんだけど、そうじゃなくて、いやいやいや止めるんだって。そのアルコールをね、で止めるんですよね。でこっちは片や出来たてってことですよね。出来たてってことではないんですけど、それも半年から熟成させて、そうなんです。で
これ元々一緒なんですよね。要するに期間が違うってことなんですか。そうです。これをもう半年以上寝かせるとこんな感じになってくる。だからこうやって見ると色が全然違うじゃないですか。で我が家ではね、こっちとこっちをいつも同時に買うんですよ。でこっちを使い終わったらこっち、こっち使い終わったらこっちってやってるとそれぞれのうまさがもう分かるんで。ここにもこう書いてありますよ、ほら、大豆北海道産、北海道産、お米は長野県産、食塩は徳島県鳴門海水塩という。まあ、やっぱこの素材が大事ですもんね。そうです。こういうのね、こういうのもこうで見ると安心できるなっていう感じで。いや、そういうわけで、みんな興味持ったでしょ。概要欄に通販できるとこ貼っとくんでですね。もうただのファンなんで僕、この松岡屋醸造さんのもう本当にめちゃくちゃうまいです。で、きゅうりをボリボリつけて食うのも大好きです。そのまんま。あ、いいですね。そう、ご飯にそのまま味噌をつけて食べるとか。もうそうすると生きたまんま酵母菌、乳酸菌が体に入りますよね。火通んない、通さない方がね、本当はいいって言いますもんね。だからね、乳酸菌、酵母菌が生きてますから。やったー、はい、できるんですよ、ここで。いやー、でっかい。昨日来たんですけど、お声掛けいただいて、翌日今日また来たんですよ。今日がちょっとすごいのが見れるって言って、先にちょっと麹が完成しとるので、じゃあ見せてもらいましょう。いいんですか、嬉しい。これが、これが麹だって。昨日お兄さんたちがかき混ぜてたやつ。食べてみます。そうなもの、出来立ての香ばしい。これは食ったことない味ですね。ね、小杉さんもちょっとこれ。いや、違う。今、米麹を食べる。おいしい。ね、おいしい。甘いっていうか、なんか不思議な、食べたことないな、この味は。これが蒸しだね。これと合わさるやつですね。これとこれが、つまりは合わさって味噌になると。すごいね。じゃあちょっとこれも、じゃあちょっと食べてみどうぞ。ガバッと食べてみて。美味しい。それは味付いてないんだ。あ、そ、素材の味っていうか。うん、じゃあこれ美味しい。美味しい。もうガバッと口に入れてください。あー、うまい。これ本当に栄養あると思います。お醤油とかかけて食べて。でもこれだけでもすごい味が。やっぱこれはすごいですね。小豆みたい。もりもり食べたくなる。味が濃い。このままだと日持ちが全然しないので、だから今一気にやっちゃうんだ。一気にやっちゃうんだ。なるほど。これ明日になるともうちょっと納得せんな。これはだからもう発酵しちゃうわけだ、どんどん。いや、というかね、納豆が納豆っぽくなっちゃう。どんどん。これ今だけなんだ、本当に。そう。圧力がかかってますよ、これは。これはうまい。これから混ぜていくんで、このこれとこれと塩をね。この菌を使うことによって信州味噌を名乗れるわけです。なるほど。これを使ったからみんな県内同じ味になるわけじゃないですか、ね、なるほどなるほど。その環境によって味が微妙に変わる。そういうことですね。これからちょっと入れていきます、ね、ああ重たいでしょうね、それは。大豆。そう、これで一杯が27キロです。いや、それは結構なんです。樽が2キロなんで、そっか、約300キロ。そういうことか。よいしょ。これで麹が、中産キロと塩が10キロ。はい、もうここに塩が入ってるわけ、ね、入ってますね。すごい。塩くめてるな、塩です。はい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 。今度は4体。これが混ざっていく。すごい大きいタンクなんだな。これ混合する機械です。空気中。4体混ざっていく。それでもうどんどん、なんか味噌っぽいですね。美味しそう。全然味はまだ全然ない。あ、そうなんですね。
これ今食べるとえこれが味噌ってなるんで、これは味噌ではないですまだね、元なんだね。そう、仕込み味噌っていうやっぱ時間がやっぱり作ってくれるんですね。そういうことですね。時間、まあ、それがロマンティックですね、はい、すぐできるっていうかね、問題ないっていうか時間と積算温度でね、これがずっと上に上がってきます、はい、ベルトコンベアで、はい、で寝かせるところがあるわけです、ね、はい、2階のベッドへ行くわけです。半年したんだもんね、そっか、あそこにね、おこれセットしたら確かに、ね、寝ます。あ、でも今それをやるわけだ、そうすごい出てくるんだけど、いやー、本当だ。はい。でも混ぜるのはこの辺、ざっくりでね、粘っちゃうんでね。ああ、なるほど。ベルトコンベヤーで。これをずっと何回も繰り返して、1トン分を作るということで、だから全部で7トンぐらいだね、仕込み2日間でな、7トンくらい。いや、いいもん見せてもらってもね、本当に、というわけでですね、2日間にわたってもう本当勝手にお邪魔しちゃったんですけど、すごいとこ見せてもらって、もう本当に、なんかね、こうやってまあ、なんて言うんでしょうね、ここの味を、まあ、守り続けてるっていうかね、まあ、お二人ですけど、なんか思いをいやー本当に、まあ、建物はね、まあ、古くてなかなか大変ではあるんですが、うんうんうん、やっぱり昔から地元の方々にね、美味しいって言ってね、配達して聞くたびにね、これ頑張って続けていかなっていう思いでやっておりますし、やっぱり自分たちがこう手にかけて、美味しくなるっていうのはすごい嬉しいことで、さらにお客さんとか持ってて美味しいって言ってもらうと本当に嬉しいですね。わかります、ね、頑張ってそれがね、お客さんの声っていう方がすごいですよね。そうですね、こうやって手作りってね、うん、手をかけて作るってことが大事なことかなって、それを繋いでいかないかな。いや本当だから僕なんかただのファンですからね、ファンなのにこんな撮影まで、はい、お父さんも今日はありがとうございます。まあこんな感じでね、うん、本当に家族でやっております、うん、まあ手作りで、まあ本当最小限度ですけど、こうやって手作りで仕込んで美味しいものを作っておりますので、どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。僕もウクレレをね、ベトナムで作ってんで、ね、うん、完全ハンドメイドなんで、やっぱもう大変っていうか、まあ ね、そうだ、大量生産もできないし、だけどこういいものを届けたいっていうのがね、すごくこう共通点あるな。そう、なんかそんなのを見て、しかも美味しいからも。本当にありがたいことでございましてですね、今日は本当ありがとうございます。皆さんも、はい、今度息抜きに皆さん、くれる教えてあげてください。はい、じゃあ本日は松岡屋さんにお伺いして2日間でしたけど、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもぜひちょっとチェックしてみて、概要欄に貼っときますよ。さあ、そういうわけでですね、本当声かけていただいて2日間も中見せてもらって、すごいですね。もう僕らが普通に毎日食べてる味噌がね、あんな手間がかかってこだわりと一緒にできてるなんて、もう、ね、感激でした、はい、ここにパンフレットもらってきて、はい、これここにも写真が載っていた大正の写真ですけど、すごいやっぱ歴史と本当感じちゃったな。日本ってやっぱりすごい素晴らしい文化がありますね。お味噌とかお醤油、今日はお味噌だったけど、お醤油もまたね、仕込むところを取らせてもらっています。そういうわけで今回のガズ旅社会見学は、南信州の老舗中の老舗、江戸時代から続く松岡屋醸造さんにお邪魔しましたよと。いや、日本はいい国だ。お味噌とお醤油、発酵食品最高。またねー。